ナンバーアイ、平野市用神宮寺ゆうた、岸ゆうた、ダンス動画続々、見る者に与える解放感と喜び。ナンバーアイのメンバーがそれぞれの SNS アカウントでダンス動画を公開。大きく注目を集めている。11月24日には平野市用神宮寺ゆうたがインスタグラムで、 シゆうたは X で、それぞれがダンサー、コレオグラファーのキャズセファイヤーと踊るダンス動画を公開。続く11月26日には、ナンバーアイとキャズセファイヤーの4人による豪華ダンスコラボを披露した。ジャスティン・ビーバー、ピーチズ FT。 ダイヤルキーザー、ジビーアンに合わせて踊った11月24日の投稿では、ジャスティン・ビーバーらしいラブソングに乗せて、愛する人への愛情を全身で語りかけるかのように表現してみせた。ハッシュタグには、ダンスたのちーとかわいらしさを添えていた。そして、3人が登場するダンス動画を心待ちにしていたファンも多いのではないだろうか。 冒頭で触れた通り、11月26日にはナンバーアイとキャズセファイヤーの4人でのダンスコラボ動画も公開された。西海岸のサンセットのようなセットを背に、クリス・ブラウン、CAB、キャッチ・エボディ、FT、フィビー・オフォーリンのイントロに乗りながら、3人はキャップに手を添えたり、体を揺らしたりと、ラフなスタイルでスタンバイ。 テンション高めにグータッチでキャズセファイヤーを迎え、ダンスがスタートした。軽やかにステップを踏み、膝を柔らかく動かしながら上下左右と体全体を動かしていく。腕も同様に上や横に大きく広げたり、歌詞にあるクレイジーに合わせて指をくるくると回してみたりと、メロディーやリズム、歌詞を細かく拾いながらボディランゲージをするように踊る。 ダンスのスタイルは様々だが、同じ振り付けを一し乱れぬよう呼吸を合わせて揃える美しさもあれば、彼らのように同じ振りをする中でも個性を存分に活かした美しさもある。体を泳がせるような独特の浮遊感があったり、指先や足の角度に個性を出したり、時折ピタリとステップが揃う場面も、滑らかな動きの心地よさもあれば、揃う気持ちよさもある。 パワフルな一面を出したかと思い、木や丸みのある優しさも、何より気持ち良さそうに踊る彼らの表情からは、ダンスを通して表現することの喜びが感じられ、見る者の気持ちが晴れるような解放感が得られるのも、彼らのダンスの特徴の一つと言えるだろう。 ダンスを愛するナンバー・アイとキャズセ・ファイヤーの4人の化学反応キャズセ・ファイヤーは、リーハタが率いるダンスパフォーマンスチーム、リーハタと海洋のメンバーで、彼も1998年生まれとナンバー・アイの3人とほぼ同世代だ。そんなことも影響してか、 平野はインスタグラムで出会って間もないと綴っていたが、3人ともにカズセファイアへのリスペクトや、すっかり打ち解けた様子がダンスからも伝わってきた。動画撮影を手掛けたのは映像クリエイターのテニテイ、テッた踊る4人を正面から捉えつつ、滑らかに前後左右へとカメラを振り、胸の鼓動のような音と連動したエフェクトがクールだった。 ダンスを愛する4人が見せてくれた動画は、インスタグラムらしいカジュアルさがありつつも、踊ってみたのようなライトなものではなく、国内外のインスタグラムユーザーが目にした時に、思わず簡単の声を上げるようなクオリティを保った絶妙な仕上がりだ。10月15日のトベのオフィシャル YouTube チャンネルでの生配信を皮切りに、ファッション誌への登場。 死の飛べ合流とナンバー・ I 結成発表の裏側を映し、ビハインド・ザ・シーンズ、ス・チェーン・エースの公開とナンバー・ I E の活動が本格的にスタートし、彼らはどの媒体でもライブなどでファンとの時間を持ちたいと発言しており、その日に向けて一歩一歩、少しずつ前進していることが伺える。ナンバー・ I の3人のパフォーマンス動画、 そして彼らがステージへと向かう足音が聞こえてくるのも、相当いい日の話ではなさそうだ。ゆずつきひろみ。